皆さんご機嫌いかがでしょうか。大和物語の第20段です。今日はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、こ」という漢字を崩したものです。ゆえと読むのが間違っていたことに気づいたのでしょうか。主を入れています。 ここです。ゆえと書いてあります。次はし。これはきです。次は夫人のふという漢字を崩したもので、ふと読みます。これはき。次はや。 これはう、です。次は「みや」という漢字を崩したものです一応読み仮名を読んでみましょう「さん」という漢字を崩したもので「み」と読みますこれは「いや」次は「こえる」という漢字を崩したもので「おと読みます次は「かつら」 という漢字を崩したものですこれはか次はつそしてらです次は乃木坂ののという漢字を崩したものでのと読みます次は見るという漢字を崩したものでみと読みます これはこ。次はせ。次はち。次はにという漢字を崩したものでにと読みます。これはよ。次はものという漢字を崩したものではと読みます。次はひ。 これは、たもうという漢字を崩したものです。これは、ひ。次は、け。ここは、連絡の連という漢字を崩したもので、れと読みます。次は、と。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。 古式部教の宮を桂の御子、世知に呼ばいたまいけれど、古式部教の宮を桂の御子がひたすら恋したっていらっしゃったが、となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。 まずこれは「おいて」という漢字を崩したもので「お」と読みます次は「はち」という漢字を崩したもので「は」と読みますこれは「し」次は「まん」という漢字を崩したもので「ま」と読みます次は「にんべん」佐藤さんの「さ」という漢字を崩したもので「さ」と読みます ここは踊り字。次は「り」これは遣唐使の「剣という漢字を崩したもので「け」と読みます次は「る」これは「とき」という漢字を崩したものです読み仮名は「と」それから「き」です それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。おしまさざりけるき、みやがおいでにならなかった時となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは月。 次はのこれはいです次はとこれはお次はもですそしてし次はろ これは可能のかという漢字を崩したものでかと読みます次はりこれは介護のかという漢字を崩したものでけと読みます次はるいという漢字を崩したものでると読みます次は夜という漢字を崩したものです 読み仮名は、よ。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。月のいと面白しろかりける夜。月がたいそう美しい夜。となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。これは、ごという漢字を崩したものです。 次は、ふ。これは、さんという漢字を崩したもので、みと読みます。次は、おいという漢字を崩したもので、たと読みます。これは、て。次は、まんという漢字を崩したもので、まと読みます。次は、つ。 これは「り、これはた」です。次は「ま」。これは「へ」。次は「里」という漢字を崩したもので「り」と読みます。これは介護の「かい」という漢字を崩したもので「け」と読みます。 次は「流れる」という漢字を崩したもので「る」と読みますそして「に」それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう御文みたてまつりたまえりけるに巫女がお手紙を差し上げなさったその歌にとなります 次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれはひ。次はさ。これは可能のかという漢字を崩したものでかと読みます。次は多いという漢字を崩したものでたと読みます。 次は「のぎ坂のの」という漢字を崩したもので「の」と読みます「う」に似ていますがこれは「そ」これは「ら」です次は「な」これは「る」そして「つ」これは「支える」という漢字を崩したもので「 木と読みます。次は乃木坂ののという漢字を崩したもので、のと読みます。これはみという漢字を崩したものです。次はな。これはり。これはおに似ていますが、世界のせを崩したもので、せと読みます。 次はは。次はゆ。これはく。次はと。そしても。次はみ。これはえ。これは手です。 次は木。これは三という漢字を崩したもので、みと読みます。次は八という漢字を崩したもので、はと読みます。これは三という漢字を崩したもので、みと読みます。次は手。これはま。 次は四。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。ひさかたの空なる月の見なりせば、行くとも見えで君は見てまし。私は月に縁のある桂という名を持っていますが。 もし空にある本当の月でしたらあなたのところへ行っても人には見とがめられずあなたにはきっとお会いできるでしょうにとなります次はここからです拡大して読んでいきましょうまずこれは「と」これは「な」ですそして「ん」 これは、安倍さんのあという漢字を崩したもので、あと読みます。次は、り。これは、けんという漢字ですね。検討詞のけんという漢字を崩したもので、けと読みます。次は、流れるという漢字を崩したもので、ると読みます。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。 となんありける、と書いてあった、となります。今日はここまでです。それでは皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。